ふっさ七夕祭りは東京都ふっさ駅西口を中心に毎年行われる七夕祭りである旧暦7月7日の1ヶ月遅れである新暦8月7日を中心とした木曜日から日曜日までの4日間開催される東京都内有数の七夕祭りである湘南平塚七夕祭りと同年から開催され都内では古い歴史を誇る1951年7月 仙台七夕祭りをヒントに商店街振興のため中央省営会が第一回のふっさ七夕祭りを開催。見物客で3日間にぎわう。翌年、ふっさ町全域の商店が七夕に参加し、竹飾りコンクールが始まった。1956年、ふっさ特有の壁面飾りが登場。1966年、ふっさ温度が制作され、 当時、新人の宮古春美、杉良太郎が歌手として起用され、2年後にはパレードもスタート。1967年に初日以外は大雨にたたられたことが契機となって、1968年から梅雨を避けて夏休み中の8月に開催されるようになる。福佐町が市に昇格した1971年から祭りの主導権を市が握るようになり、 実行委員会の事務局は、市役所内に置かれるようになった。1974年、ミス・フッサコンテストが誕生し、1977年には、ミス・タナバタコンテストと名を改め、毎年ミス一人、準ミス二人の、計三人を選ぶようになる。40年も続いた露天が暴力団との関連から1993年に、警察の指導もあって祭りから締め出され、変わって、 市民の模擬店が出店されるようになった。模擬店会場をギャラクシーストリートと命名し、2000年には、ふっさ七夕温度も生まれた。商店街の衰退とともにここ数年寂しくなった七夕飾りに、2010年は市の補助金が出され、第60回七夕祭り記念、市政施行40周年記念ということで11年ぶりに花火大会も復活し、 空前の人手でにぎわった。2011年は東日本大震災の影響で一時開催が危ぶまれたが七夕友達作戦と題して被災地支援を全面に打ち出し予定通り開催された。商店街振興のために始められた七夕祭りではあるが市民も議店の出店を契機に次第に市民の祭りとしての色合いを深めている。祭り終了後、 仏彩期自由通路に展示された七夕飾りの一部、竹と名付けられた竹をイメージした人形。会場内で飾り付けられるほか、ストラップなどとして販売される。ありがとうございます。